そういえばそのピンクのそのそう彼もしや名前つけてるんじゃないかなだから今つけてることないです、うん、なんで買ったんですか。なんで買ったんですか。友達寂しい。初海外暮らしじゃないですか、うん、に帰ってほしいとかそんなのはないですか。奥さんから戻ってきてとか。お互いに言わないですね。恥ずかしいですか。恥ずかしい。恥ずかしい。嫌なのか恥ずかしいのか。恥ずかしいだけならもっと聞いてもいいんだね。そうそう。お酒が足りてないのかな。乾杯。本期主人公铃木先生。三年前从日本来到青岛，性格腼腆的他却是一家公司的管理者。ちょっと話し方硬いですか。そう、鈴木さん真面目だからさ、でもさ優しいなと思うわけさ。その必要なら助けに行くしとか。いやいや、なんだこの絶対いい話だろさ。没有家人陪伴。又不太会中文的铃木先生究竟在青岛从事着什么工作呢？现在是一个交通发达人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。办公室类似的这种地方，今天穿得很职业。对，发现了吗？看鞋子也是，白领的感觉。おはようございます。来ました。お邪魔いたします。いいですか？はい、どうぞどうぞ。大家好。大家好。快快进来。啊，请进，请进。你好。この会社は何の会社ですか。この会社はジャムとかカスタードクリームを作って販売している会社です。この総経理。総経理ね。はい。役割は総経理。老板に会ってしまいました。ありがとう。铃木先生就职的公司总部在日本，规模不大，却有着近80年的历史，主营业务是生产果酱和花生酱等。その実際の品物のジャム食べたいな、見たいな。いいですか。はい。因为我早上没有吃早餐。食べてないの。そう。あ、あ、すごい。これさっき言った TV ですね。そうですね。はい。あ、裏見たら。ケンイエンさん、ちょっと味見できるものがあったら。あ、ね、これすごい面白いよ。ほら、見て。ピンゴ、インアル、コジジャン。まだちょっと改良はもっとしなくてはいけないんですけど。これは市場にも出てるんですか。はい、市場に出てますが、まだそんなに売れてなくてですね。なんかこう食感が。うん、食感ですよね。就口感很好。那个味道是还是苹果酱的味道，但是加了这个过期和银耳，就加了一点点的怎么说呢？口感就是胶质的感觉很强，面白いです。为什么会想到果酱也加进这些东西？为什么？最就开始销售的那个苹果果酱 TV， 然后那个我们想开发的那个中国。美女主婦の味と。ちょっとおかしい。わかりました。私もあんまりわからなかった。わからなかった。铃木先生在社27年间，一直专注于产品和市场的开发。三年前，因日本人口减少，市场受限，公司决定将经验丰富的铃木先生派来中国开拓市场。
而他们选择青岛的原因是烟台地下ではリンゴの産地って有名な町でもあってなので、はい、リンゴは特にあのこの業態で紹介したい味付けになってます、はい、それですか。あーそうあー、はい、いましたなんかリンゴってちょっと酸っぱいかも。うん、そう、そんな感じ。なんかジャム用のリンゴは酸っぱいほど美味しくできる。あ、そうなの、うん、なので、はい、ちょっと青いうちに取るのもとって日本でも作ってるピーナッツバターあるじゃないですか。そこのピーナッツバターは生産の原料ってどこのピーナッツなんですか。はいはい、はい、まさにこの辺りが多いですね。まあ、会社があのピーナッツにはあの特に関係のある会社であのピーナッツ原料を、ね、あの原料を調達するのに、山東省しかも青島っていう町はあのピーナッツの産地として有名な地域でもあるのでそれで、はい、青島。林木先生主要的工作之一就是去听取客户的建议。下面坐一下。为了能更加理解客户使用果酱的感受，林木先生曾花费大量的心血，钻研面包和点心的制作过程。时常和客户进行产品的交流。最近这个销量可以吗？嗯，不好。目前就是市场还没有大面积走开，还没有大面积走开。所以那个，范老师的意见，我想听听。听一听哈。哎，有调稠吗？比以前粘稠了吗？一样，还一样的。但是如果从这个概念上去讲，这个银耳、枸杞，我们感觉养生更偏重于中年人以上的，因为中国的面包主要的被吃掉的还是孩子吃掉的。所以这个产品是不是可以往那种比较老实一点的面包加馅儿？其实月饼蛮大的呀，就水果一个健康的一个月饼嘛。好。这个面包是今天第一次做，它这个面包可是有这个里边有巧克力。然后有麻薯，好吃啊！せっかくいるので何かあったら代わりにお伝えしましょうか。可以翻译一下。可以翻译一下。この緑の色とか、あの女性若い女性はすごく。興味を持つんじゃないかなと思います。なんかスライスして打ったり半分にして打った方がああのそこが見えるのでお客さんにはいいかもしれない。ちょっとこのマッシュとかのところがよく冷えてから切らないと切った時に余計汚くなってしまうのでああの温度の管理がなかなか難しいと思います。他担心的一点是因为如果这个面包的温度太高的情况下直接吃的话有可能是马蹄的那个麻薯可能是颜色也会影响到旁边的那个面包的一层一层的，所以呢可能温度再低了再切的话更好，应该是低的。老板你认识林木先生大概是多久了？三年多四年差不多了吧。那么你的印象是怎么样？印象当然是很有礼貌啊。林木先生主要还是发挥他吃的这个因为他每次来然后我们有产品他是首先要去好好尝的，也最一开始的印象就是他会去好好尝这个产品，然后他也有建议给我们这样。参考用户反馈，调整产品配方和宣传策略是林木先生的领导方针。你这个可以，不是那你，例えば、刷毛で同じことできないか。这个能不能替换成用那个刷子的拍的效果？这是用那个一个勺子加一个。可以。这个尝试一下好吗？是。这位帮林木先生翻译的人是和他相处时间最长的一位中国员工。
在铃木先生的交际圈中，也是为数不多可以用日语交流的人。坐办公室里，有的时候会严一点嘛，但是有那种夸大声呀、骂员工呀，有没有看过这样的情况？骂员工没有，没有吗？对，哦、会大声。一会儿再说话怎么回事？厳しい時ですか。そう聞きたいですよ。模仿一下嘛。模仿一下。これなんでこうしたの？ですよね。優しいですよね。社員からいろいろ苦労してると社員から、分かっているんですよ。例えば間違ったことをしたことに対してちゃんとかばってくれるっていうか、でもうそうしたあと、そういったことをした後にこう何も言わずにこうこういうふうにやりましたって言わずに、是不是会有人就優しいじゃないですか？还是我不做也他不会说什么嘛，那就不做了。怒り一方 その怒り方っていうのが根本的に問題解決できてないというふうに、優しさが入っているということは解決に至りたいという気持ちだと思います。はい。で、とにかく一言で言えばついていける人間なんです。将精力几乎都投入到工作中的铃木先生，独自居住在一个老式公寓楼。私家のことは私は全部自分でしないといけないですね。夫は基本的に何も家のことは分かってないのでいいなって思うんですよね。なんかしっかり当たり前ですけど。以工作为重的铃木先生担心疫情影响无法从日本返回中国，因此已经三年没有与家人团聚了。単身赴任にしたのはそれは奥様の希望？そうですね、奥さんの希望。まあ子供がちょうどやっぱり学校に。あ、やっぱそうですよね。今お子さんは？お子さんね、3人いて。一番下が、今高校3年です。え、そんな大きいお子さんいるんですか？そうです。いつもは毎日電話とかしてるんですか？いや、あまり連絡はそんなにしてないですね。WeChat で時々おはようみたいな。おはようみたいな。いや、大体でも子供誕生日おめでとうとか、今日は大雨だったとかいうのを。ラインで流すんですけど、もうないなあ。でもやっぱりそのまとめるっていうのは、なんかすごくアイディアがあるっていうか、多分このバカなお父さんだなと思われてんじゃないかなと思いながら流した。長くありがとう。まあそんないいことみんな言ってくれてますけど、私ドンさん一つ教えてもらったことがあって、もともとタバコ吸わなかったのにこっちで吸うようになっちゃったんですよ。いやいや、はい、なんかやはり変だなんじゃないみたいな言ってて、ぶっちゃけしんどいこともあるでしょって思ったんですよね。なんかまあまあこの際なんでそう。小白一台名字別に、そう、奥さん知ってます？奥さん知らない。あまあでも今単身赴任じゃないですか。寂しい時あるのかなって。そこはあまり突っ込まれたくなかったです。ごめんそうですね、言われてみるとやっぱり寂しいって思う時があるんでしょうね。でもあまり寂しいって言いたくないですよね。なんでですか？なんでですかね。で、鈴木を寂しくさせようっていう人なんか誰もいない中で暮らしてるのに、寂しいみたいなことはできればあまり言いたくないなって思って。我自己生活上有个老公，觉得，哇，
外拍的这个工作上有会有什么样的辛苦，大概都我也大概了解一下，但是什么都不说啊，真的好不容易。これは普通じゃないことだと思いますよ。なんか家族に見せてあげたいなって思って、だからなんか多分その。多分そのご家族もノーコメントかもしれないけど、なんかご家族に見せてあげたいなと思って、なんかずっと2日間いたんですよ。だからなんか、あ、また出てきた、もうやだ、もう毎回これだから嫌なんだけども、もうすごい嫌だ、もうなんかビールがここから出てきたんじゃない、取らないでマジで、もうすぐ出てくるから、もうすぐ出てくる、水分補給を、そうそう会社のために来ましたよね。責任ですか。いつまで居続けるんですか。変わらない。ずっといるかもしれないし、明日いないかもしれないし、でも、出会った人とはずっと付き合いできたらいいなと思います。毎日ただ頑張るだけです。はい、一度も偉くなって気持ちがないで、仕事は新入社員の時から今はもうずっとまだ変わらない。それだけ。例えばでも料理をしたら食べてくれる人が美味しいねって言われた方が作りがいがあるじゃないですか。それだけ、それだけですよ。いい意味でも中国人って自分の考えをちゃんと持つので面倒くさいというか、もう思う時もあります。其实面包店嘛，有点像那个ブランドの感じ，品牌的感じ。これが気になるところですね。そうです。納得できない。ちょっと失敗したなっていう感じですね。不要再看，不要再看了。言わなきゃ分かんない。这个问题大吗？有点大。今天11号了。今天11号了。就剩下一个星期。只有7天了，缺工了。现在有这么多的问题，怎么能结束？そんな感じです。ちょっと急遽。一瞬打ち合わせに戻ります。はい。じゃあ自分は何人？まあ国籍は置いといて。これが分かんないんですよ。